ガストン・ガウディオは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の男子プロテニス選手。エルガトーというニックネームを持っている。右利き、バックハンド・ストロークは、片手打ち。シングルス自己最高ランキングは5位。ATP ツアーでシングルス8勝、ダブルス3勝を挙げた。2004年全仏オープン男子シングルスにて当時、世界ランキング44位でありながら、優勝を果たした。 2005年最終戦テニスマスターズカップベスト46歳からテニスを始め、成長期にはテニスと並んでサッカーにも親しんだ1996年にプロ入り2000年9月のシドニー五輪に出場したが1回戦で敗退している2002年4月バルセロナオープンとマヨルカオープンで2週連続優勝を果たすバルセロナオープンでは準決勝で 第一シードのレイトン・ヒューイットを破り、決勝でアルベルト・コスタを破って、ツアー初優勝を決めた。翌週のマヨルカ・オープンでは準々決勝でグスタボ・クエルテンを破った後、決勝でヤルコニ・エミネンを破り、2週連続優勝を飾った。しかし、ガウディオは、その後2004年全仏オープンまで2年間シングルスの優勝がなかった。2004年全仏オープンで、ガウディオは、 ノーシード選手であったが、準々決勝でレートンヒューイット、準決勝でダビド・ナルバンディアンを破って決勝に進んだ。準決勝のナルバンディアン戦に続き、決勝もギレルモ・コリアとのアルゼンチン対決になった。最初の2セットを0から6、3から6で落とし、コリアの優勝まであと1セットから、ガウディオは反撃を開始、第3、4セットを6から4、 6から1で奪うと、最終第5セットでも、コリアのチャンピオンシップポイントを何本もしのぎ、8から6で取って、全仏オープン初優勝を決めた。この年はダブルスでも、同じアルゼンチンのフアン・イングナシオ・チェラと組んだ優勝が2つあった。全仏優勝の翌年、ガウディオは2005年に、男子ツアーで、自己最高成績のシングルス年間5勝を挙げたが、 大会前年優勝者として臨んだ全仏オープンでは4回戦で、ダビド・フェレールに6から2、4から6、6から7、7から5、4から6のフルセットで敗れた。2006年はシングルスの優勝はなかったが、ダブルスでマックス・ミルヌイと組んだ優勝が一つある。2007年以降は足首の怪我に悩まされておりランキングも下降2008年9月にはついに、 ATP ランクを失っている。2010年全仏オープンでは6年前の優勝者が予選で敗退するという屈辱を味わった。2010年8月にオーストリアのチャレンジャー大会に出場したのが最後になり、2011年8月、アルゼンチンのテレビ番組で引退を正式に発表した。ガウデオのシングルス16回、ダブルス3回の決勝進出はすべてクレーコートの 大会である。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル。 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2005年普通2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。